マゴ峠は、長野県木曽郡なぎ祖町と岐阜県中津川市の境に、ある旧中仙道の峠。標高790メートル。妻まご塾とマゴメ塾の両宿の間にあり、中仙道の宿場町の中でも、史跡として保存状態の良い宿を含めて、観光地として訪れる人も多い。峠には、白雲や青葉若葉の三十里という正岡式の区比が、立っている。 峠の名前は、孫目宿塾に由来するものであるが、反対側のつまご塾に由来する、つまご峠という呼び名も江戸時代には行われていた。かつては、長野県内の峠だったが、山口村が、中津川市と越市県が合併したことで、県境の峠となった。峠道は、中仙道の旧道と岐阜県道、長野県道7号中津川渚線が並走し、 分岐と交差を繰り返している。国土地理院は峠の標高を790メートルとしているが、峠を通る道路の脇に建てられた看板には長らく標高801メートルと表記されていた。2020年2月になりこの相違が指摘されたことから看板の表記が修正されることになった。地元の町ではもとの峠が標高八百一メートルで峠を削って、 道路を造成したために790メートルになったのではないかとしている。品野路自然歩道に位置しており、ハイキングコースが整備されている。ありがとうございます。